蓄音響装置、ベルの構造及び作動原理。こちらですね、蓄音響装置、ベルの背面になります。前回の動画よりもわかりやすくご説明するために、モーターの部分、取り外しています。そしたらですね、ベル作動させていきます。はい、ベル作動。こちらですね、動いている部分が、この内側をですね、叩くことで音響が鳴動します。探知機や発信機が作動したときに、こちらに電圧がかかって、モーターが作動して、この部分が回って、こちらに当たってですね、これが動いて、この内側を叩いて音響が鳴動する。そういったですね、動きになります。そしたらですね、ベルの作動を止めていきます。こういったですね、動きになります。